こんばんは。皆さん拍手してくださいよ。今日はですね、ねランコールトルさん、ちょっと言いにくいけど、あなんか意味あるよね、ランコントル、ラココントル、ね俺も調べたけど忘れちゃいました。僕はレンコン取る人かと思いましたよね。レンコン取る。始めたいと思います。よろしくお願いします。今日も別れの歌を、ハーテッドウォーマンになってしまいまして、そのままカインドハーテッドウォーマンにしようかなと思ったけど、似たような曲なんです。I got a kind of a study for time、I got a kind of、 ほぼ一緒だっていう感じね。あれも一緒だね。最近よく歌ってました、銭湯パラです。「そば俺のパラダイス」
多いんです、最初ブルース聞いた頃はきっと頃はですね、ロバーツ・ヨーソンとかね、なんだか全部同じじゃないかなとか思ったもんですけどね、特にエルマー・ジェームスっていう人がね、全部全部これですよねだんだん好きになるとね、それはそれで、だんだん英語になってくるんですよね、そんなわけで次はアットモーニングブルース、と2だということを忘れてまして、違うところに行ってしまいました。言い訳ばかしてます。次はですね、チャーリー・パットンという人がいましてですね、これは大御所ですよ。ロバート・ジョンソンより大御所の人の曲、シェイク・イット・ブレイク・イットという曲をやらせてもらいたいと思いますけど、この歌の中にね、ジェリー・ロールっていうのが出てきますけどね、ジェリー・ロールっていうのはね、まあ、優香なんか歌ってましたね、ジェリー・ロール・ベイカー、あの子が焼いたジェリー・ロール・ベイカー、甘くて酸っぱいジェリー・ロール・ベイカー、まあ、もう一個意味がありましてですねちょっとエロい意味なんですけど、ジャズをね、昔作ったって、モダンジャズを俺が作ったんだっていう人がいましてですね、なんて人かってね、ジェリー・ロール・モートンっていう人なんですけど知ってます？いるんですけど、僕大好きなんですけどね、もう名前にジェリー・ロールってついちゃってもすごい人だなと思ってね。で、ここでよく昔僕も一緒にやってますけどね、園田さんもねすごいね、ドンキー宮川さんって人とね、いいピアノを弾くんですけど、組んだバンドの名前がジェリーロールだねさすがだなと思ってね、俺でもつけれんぞジェリーロールだねって、じゃあそれをやってみたいと思います。
シキノのブレキノのハギアの方 I wanna catch me の方ジャッシキノのブレキノの方 I wanna catch me の方マジェリーマロスイママルリフォー甘くてスーパーイオーバイのジェリーローラー米回しあ鍋回しマジェリーマロスイママルリフォーとても恥ずかしいんですけどね。まあこれが本性ですからね。じゃあ6月の雨という曲を聴いてください。クリスマスの街も
しらけて見えた。心配なんですけどね、これ言うと大体失敗するで、ね、言わなきゃいいのに。ロンリーナイトという曲です。そりゃないぜベイビー、何を今更別れの言葉出すなんて、外には雨が降ってる、俺の心の涙のようさ、新しい人と
会社の健康診断で、いつもバリムを飲むんですけどね、まあ、バリムはそんな嫌いな方ではないんですけどね、そんな嫌だとは思わないんですけど、まあ、その後の処理が大変なんですけどね、まあ、3年間ずっと胃に加減があるとかね、ポリープありとかだってね、で会社の方でも今うるさいだよね、健康院とか入れてないんですね、一応外部にいて、で行ったか行ったかっていうことで、ね、もうどん詰まり、今度の検査5月の今頃行ってるというね、行ってきたんですけどね、すごいいいとこですね、上島じゃないのかな、あれね、うちの近くなんですけどね、一部にあるね、アツシクリニック、ね、本当にもう、設備もすごい立派だしですね、先生も優しいしね、で痛くない、ね、こう寝かされて、ここから運んできますんで、最初血圧取ったりして、ね、で運ばれてって、で今から鎮静剤入れますよ、眠くなりますよっていう、僕はでもね、絶対カメラが口に入るまでね、絶対見ててやろうと思ってね、はいはい、眠くなりますよと、でも気づいたら起きてもう終わってる、あれならいいなと思って、もういろんな人聞くだけで、やっぱね、鼻から入れるわ、口から入れるわ、たまらんっていう話だもんね、よかったなと思ってね、まあ、無事何もポリープはあったけど、まあ、良性だったのでね、ピロリ菌もなかったですけどね、ちょっとこっちの梅毒とかあるかもしれないですけどね、白癬菌とかね、白癬菌はその日暮らしの、ね、人がね持ってるから、まあ良かったんですよね、で私月1回ここでやらせてもらってるんですけどね、本当にいつもありがとうございます、今日は平野さんやってくれてます、平野さんですありがとうございます、本当この間もやってくれても本当に助かります、もし平野さんがいなかったら今頃音は出たのか出なかったのか、アコースティック、本当にアコースティックでやってたかもしれないので、ね、本当に助かります、ありがとうございます、で来週ですね、豊橋のアンセンというところでね、毎月1回やってるんですけどね、それは僕主体じゃないですよ、銀次郎さんという人がやってるんですけどね、もうブルースオンリーのところでね、もうなんか最近ちょっとそれによるも染まってきてね、ちょっとこう渋いやつをやろうかなって言ったけど、でもよくよく考えたらやっぱ盛り上がる方がいいよねって思い始めましてですね、この間何かのライブの時に、平野さんと彼女さんからリクエストされた曲で、めちゃくちゃできなかったのでちょっとやってみたいと思います、だんだん良くなるです
鳥のアジサイ雨に濡れてた隣のおっさんおいらににっこり微笑んだだんだんよくなるよくなれだんだんドゥビドゥバおいえだんだんドゥビドゥバ梅雨の晴れ間の田舎道子供たちのパラソルが踊る白黒黄色ピンク色水玉模様がだんだん良くなる良くなるだんだんドゥビドゥバオイエだんだんドゥビドゥバの岩田駅は一っ越
一人癒しねのさ午後三時の岩田駅もさして変わりはないけれど午前三時の岩田駅で仕事帰りのあの子を待ってた不器用だけれど素敵なあの子午前三時の岩田駅は野良猫どもをねぐらへ帰るのさ午前三時の岩田駅はタクシーのおっちゃんも居眠りしてるのさ午前三時の岩田駅って可愛いあの子の笑顔を手を振るあの子おいらが落ち込んでた時コーヒーを入れてくれて優しく抱き寄せて大丈夫よって言ってくれる午前三時の岩田駅が千鳥足の男たちとちょっとおつぼは弱いけれど素敵なあの子シャバドゥビドゥビドゥビドゥドゥシャバドゥビ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 シャバドゥビ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 ドゥシャバドゥビ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 ドゥThank you.
次の曲やります。 I've been loving you。What a difference a day makes.
エイマリーナモンといってね、昔高田さんなんか覚えてるね、なんか宣伝に流れてたんですよね、覚えてない。エイマリーナモンっていうのは当時緑がイナモンと思って、なんで緑がイナモンのか思った思い出があります。今度ですね、今日ポスター持ってくるの忘れちゃったんですけど、ね、5月3日にですね、佐賀のイーラっていうところでね、ニャジラ増田さんのねイベントを立ち上げましてですね、アコースティックフェスティバルっていうのをやるんですよ。でかなり本格的でして、あとバッジとかタオルとか、ポスターもね、50万ぐらい僕もらったんですけどね、椿は多分他にもねヨッピーも出る、ヨッピーとあとトミー&クミさんも出るので、誰かポスター持ってきてたのと思って来たら誰もいてなかったですね。持ってこればよかったなと思ってね、宣伝しなきゃね、やっぱね。今日はあれですよ、先輩の高田さんのギターが素晴らしいギターですからね、ギターが素晴らしいです、演奏も素晴らしいですね。でちょっとハードル上げてみて、ちょっと変速チューニングで、何曲かやりたいと思います。ボロボロブルーズという、曲でして、ね、you、yeah.
Thank you.
俺の父ちゃんと母ちゃんがせんべいぶどうの中でこう言った。麦 all night long 麦麦 all night long 麦麦 all night long 今夜麦しましょう。村のお祭りで近所のマスター姉ちゃんたちが神社で俺で俺にこう言った。麦 all night long 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 ほん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 どうせ童貞なんでしょうね。私がお姉さんが手取り足取り教えてあげるわ。初回も思ったら綺麗に色っぽい姉ちゃんたちが俺の耳元でこうささやく。しますかね。もう時間も1時間ぐらい経ってますんで、久しぶりです。ソーセージの歌違ったっけ、なかなかね、さっきもそうだけど急にいつもやったんだよと、だいたいこけるという定説がありますね、私の場合は。ちょっと今日はホットドッグの歌は届くの歌がね、聞きたい。じゃあ、最後にそれじゃあ校長に送ります。校長にこの曲
Yeah!
しい子だね。お前と俺とはいい感じ。A B C D 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 いい感じ。Yeah.